上山草市湯島の一湯島大根は、熊本県上山草市にある湯島で採れる大根である。1980年代には550への面積で栽培されていたが、次第に作付け面積が減少し、平成26年度は50への栽培面積と13個の生産農家で栽培されている。流通量が少なく、地元の熊本県内での知名度も、決して高くなく、一部で、 幻の大根とも言われている。同じ地名ということで、平成26年度には、東京都文京区の湯島天満宮で行われている、湯島天神梅祭りで、湯島大根が販売された。また、湯島の飲食店で、メニュー化されるなど、生産地と消費地を結ぶ取り組みも始まっている。大根の品種としては、大病相夫都三太郎等である。栽培される場所が、 湯島でも高台の農地に限られている。粘土分が多い一方で排水性や保水性に優れた土壌で育ち、重量が1本あたり 2kg 以上になるものも多い。味わいの特徴としては、甘みが強く、加熱した際などに型崩れしにくい点などが挙げられる。湯島のある甘草では、煮物、ステーキ、おでん、スープ等に調理されている。 http コロンスラッシュスラッシュ www。47news。jp スラッシュ localnews。スラッシュ熊本スラッシュ二零一五スラッシュ零二。スラッシュポスト。二十兆千五百二億二千二百一万千八百三十二。html。ありがとうございます。